村雨は海上自衛隊の護衛艦。村雨型護衛艦の一番艦。艦名は村雨に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍春雨型駆逐艦、村雨、白露型駆逐艦、村雨に続き三代目にあたる。村雨は昭和31度計画1800トン型警備艦1608号艦として、 三菱造船長崎造船所で1957年12月17日に寄港され、1958年7月31日に浸水、1959年2月28日に収益し、舞鶴地方隊に編入された。1959年3月25日、舞鶴地方隊霊下に新編された第15衛隊に、 同日付で収益した夕立と共に編入された。1959年9月25日、第15衛隊が第1護衛隊軍令下に編成がえ。1961年2月1日、第15衛隊が自衛艦隊令下に再編された第2護衛隊軍令下に編成がえ。1965年及び1967年、遠洋練習公開に参加。 1969年9月、ソナーを SQS-4 に換装。1969年3月15日、第15衛隊が第35衛隊軍令下に編成替え。1975年9月、単魚雷落ち射機が撤去され、68式三元層、単魚雷発射艦を装備。1984年3月30日、第15衛隊が廃止となり、 特務艦に種別変更され、艦籍番号が ASU-7006 に変更。開発指導隊軍に直轄艦として編入され、定傾向が横須賀に転籍。1987年、後部艦板に技術研究本部が開発中の新型総会軍を搭載し、実用試験に従事。1988年3月23日、除籍。総工程は、 約63万5千回りに及ぶ。ありがとうございます。